アルクルンの頂上肋骨により、頸部の皮膚を広げるコブラアルクルンは、エジプトのテーベ丘陵地帯の最高峰である。テーベの対岸であるナイル川西岸に位置する。古代の名前は、頂上を意味するタディヘントであった。王家の谷の入り口から見ると、ほぼピラミッドの形をしているため、エジプト学の学者の一部はそのことによって、王家のネクロポリスとして、この場所が選ばれたと考えている。 また、この地域は女神ハトホルコブラの女神メルセゲルに深く結びついている。というのも、最高地点の近くには、丘の側面から数メートル先に突き出た板状の岩があり、肋骨により、頸部の皮膚を広げているコブラだと簡単に見なすことができるからだ。頂上に徒歩で到達するためには、王家の谷から行くルートとディアエルメディナの近くから行くルートの2つがあるが、 どちらも行き帰りは、それぞれ1時間から1時間半かかる。ディアエルメディナのルートのうち75、75%はコンクリートの階段でできており簡単だが、残りの25%は少し登りにくく、一時的に手を使う必要もある。このルートには、2つの有人警備所がある。コブラの形をした岩は、ディアエルメディナのルートにあるが、2つのルートどちらからも簡単に行くことができる。 ありがとうございます。